FC 東京伏線回収して不散というようなアピールはしていますが、さあもう残り時間ほとんどなく、おっとこれが川田に入った、川田なんという結末だ。ロスタイムにトスタイム突入、川田のゴール、劇的な得点、1対0 FC 東京は痛恨の失点。決めたのはサガン鳥栖。